遊んでいきたいものは、立ち位置大丈夫、固まってたよ今。大丈夫、気をつけて。はい、まず気持ち当てクイズをしたいと思います。はい、私たちが今思っていることを、マスコットの3人には答えてもらいます。皆さんもね、ぜひ一緒に答えてもらいたいと思うんですけども、じゃあまずサラ行こっか。はい、サラ、うん、いいよ。今私が一番食べたいものは何でしょう？何個答えてもいいですよ。なんかひどいこと言われてます。なんて書いてあった？ちょっと読めなかった。早く終わんないかなってひどいですね。じゃあヒントを出していきます。はい、まず一つ目はイオンの外に、イオンの中に売って、イオンに売っています。あ、食べ物だもん。まあ売ってるだよね。はい、イオンに売ってます。お昼ご飯食べた？サラ、お昼はまだ食べてないです、ね、けどそれ食べたいもの？あ、じゃないです。じゃないって、残念。お菓子系です。お菓子系で、お菓子系だって。どんどん答えていいですよ。売っているもので、はい、シャオロと。あ、まだ書いてない。いいよ、何でもヒントだって。もっとヒント欲しいって。もっとヒント欲しい、うん、じゃあ茶色いものです。茶色いものって甘いです。ピッツァ。ピッツァは甘くないですよね。甘くないって。ピッツァは甘くないです。あ、でも甘いピッツァもあるけど。あ、ピッツァもありますね。ちょっともっとヒント欲しいって。じゃあ、うん、耳がついています。お、耳が、結構大きなヒントです。分かった人は。耳、確かに、そうだね、耳はついてる。ちょっともう一個ぐらいヒント。全然当てれない。になっちゃうけど。この中にいる、います。この中にいると食べるの？ねえ、ちょっと待って、怖がっちゃってるよ。大丈夫？プレゼントあげようかな。はい、うん、はい、じゃあね、こちらはですね、お茶です。お茶、うん、ちょっとね、お母さんと一緒にね、やってあげてね。はい、おめでとう。